どうも、グロフの三谷です。いつもありがとうございます。今回はユーティリティの打ち方、基本のボールの位置とスイングをするときに気をつけるポイント、これを皆さんに伝授していきたいと思います。ユーティリティって新しいクラブなんですね。ですから意外と打ち方がわからない。どうやって打てばいいのか、結構疑問が多いですね。それをしっかりと解明していただいて、自信を持って振れるようになっていきましょうね。私、三谷は4000名の方が通うスクールで普段レッスンさせていただきます。皆さんに会えることを本当に楽しみにやらせていただいてます。本当に感謝してます。そして動画を見てくれてる皆さん、今回はユーティリティになりますからね。では早速いきたいと思います。ユーティリティクラブというのは、アイアンのような長さで、ウッドのようなヘッド形状ですから、少し長い番手になってくると、アイアンクラブというのは打ちにくいんですね。ですけど、ウッドクラブは長い。そこでユーティリティ使いやすい、ハイブリッドとも言います。アイアンとウッドの2つが混ざったような、そういうクラブです。2つが結合して、それぞれのいい部分を生かしていこう。それがユーティリティクラブ、ハイブリッドクラブになります。じゃあ、これどうやって打っていけばよいかということなんですが、まずはボールの位置です。ボールの位置はアイアンよりも少し左に寄せますが、最初のうちはあまり左側に体重移動が思うようにいかないと、手前から少しダフり気味に、すり気味に入ってしまったり、すくい上げたりしてしまいやすいので、そこはあまりやりすぎないというのが大事です。ですから、真ん中よりもちょっと左、ボール4分の1でいいので、左にちょっと寄せたかな、まあ、気持ちで構いません。全く一緒でいいかと言われると、まあ、一緒というわけにはいかないので、もう気持ち、もう自分のメンタルに訴えかけるものが、一応違うクラブだから、違うことしたよ、それぐらいの手で構いません。ですから、ほぼほぼ同じと言っても過言ではありません。なので、この地面の上にあるボールを打つわけですから、極端に変えるということはありませんので、ボールの位置は真ん中よりも少し左に寄せて、そしてスイングをしていく。そうするとナイスショットにつながっていくということです。では、スイングするときに気をつけるポイント、これ何かというと、このユーティリティクラブはアイアンと違って、自然に勢いがついてくれるから、まあ、軽く打てばいいんでしょみたいな感覚の人っていうのは結構います。アイアンはなんか打ち込まなきゃいけないんだけど、ユーティリティは打ちやすいからなんか軽くやっても飛んでくれるんだよねみたいな、でも全然うまく当たってないじゃないですかということになってしまうんです。ですから軽く打っていいということはありません。アイアンと同じように打ってほしいんです。というのも、長い番手になっていけばいくほどロフト角度がどんどんなくなっていくので、やはりボールは上がりにくくなっていくんですね。ですから、まあ、少し軽く振って適当に当てればいいんだよね。もちろんそれでもなんとなく当たるようなショットになるかもしれませんが、ボールはあんまり上がらないんですね。長いクラブであればあるほどロフトがどん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 立っていくっていうのが基本になりますので、しっかり打ち抜いてあげないとボールが上がっていかないんです。ですから、アイアンと同じように長いクラブに少しずつなっていく、アイアンと同じような長さといっても少し長い、そしてロフトも立ってますので、ある程度しっかりと打ち込んで振り抜いてあげないと、ある一定の距離、そして高さが出ないんですね。ですから、ユーティリティはなんか勝手にやってくれるから打ちやすいクラブだよね。それはアイアンだと究極に難しいから、その難しさをある程度軽減させるためのクラブであり、勝手に自動的に簡単に打ってくれるクラブではないということですね。やはりその自分のプレーヤー自身の体の動きとしては、しっかり振り抜いてあげなければ、打ち込んであげなければボールは飛んでいかないということになりますので、そこはしっかりとアイアンよりも勢いがついていく、そういうクラブだと思ってやってみてください。今回はユーティリティクラブ、ハイブリッドクラブ、ボールの位置、そして振り抜くときの気をつけるべきポイント、それは勝手に自動的に楽に打てるわけではない、しっかりと打ち込んでいく、その気持ちでぜひやってみてください。そうすればこのユーティリティは非常に使い勝手のいいクラブになっていきますので、皆さんのラウンドに必ず活躍していく一本となると思いますから、ぜひ頑張ってやってみてください。最後まで見ていただきましてありがとうございます。最後に高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。